ハーベー・カイテルはニューヨーク・ブルックリン出身のアメリカ合衆国の俳優。東ヨーロッパ移民のユダヤ人の両親の間に生まれる。16歳の時にアメリカ海兵隊へ参加し、レバノンに出兵。20歳で除隊した後は靴のセールスマンを経てマンハッタンで裁判所即機関を務め生計を立てた。友人の誘いで演劇を始めステラードラーとリー。 ストラスバーグに指示。オフブロードウェイでの経験を積む一方で、ニューヨーク大学の学生であったマーティンスコセッシュと知り合い、1967年、スコセッシュの長編映画デビュー作品、ドアをノックするのは誰で、映画デビュー。同年、エリザベス・テイラー主演の映画、禁じられたジョージの森にも出演している。1973年の、ミーンストリートでも再び、 スコセッシュとコンビを組んだが主演のカイテルは注目されず、助演のロバート・デ・ニーロが注目されるという不運に見舞われた。本作以降デ・ニーロと共演することが多かった。その後も俳優養成学校であるアクターズ・スタジオの入学試験で10年連続の不合格となるなど苦労が絶えなかった。 スコセッシュと4度目の共演となった映画、タクシードライバーでバイニ春ドのポン引役を演じて話題となった。しかし、1979年公開の映画、地獄の目視録の主役、ウィラード・タイ役に抜擢されるが、監督のフランシス・フォード・コッポラとの意見の相違、及び契約書の文明をめぐって、撮影開始わずか2週間後に降板し、これが映画会社との間で、 俳優の都合による契約違反とされたために、ハリウッドにおいて敬遠されるようになり、リコジョジョに早くしか与えられなくなった。そのため、活動の拠点をヨーロッパの映画に移し、リドリー・スコットラの作品に出演を重ねて、復活のチャンスを地道に待った。1980年代に差し掛かってもありきたりなギャングといったステレオタイプな役ばかりしか演じる機会がなかった。しかし、 この頃の経験が後に大きなチャンスをもたらすこととなる。1991年、カイテルの低迷期に苦楽を共にした、スコットの監督作品、テルマ・アンド・ルイーズで、ギリ人情に熱い刑事を演じて、復活の兆しを見せると同年公開の映画、バグジーではアカデミー助演団優勝にノミネートされた。他にもいくつかの映画賞を受賞。 翌1992年には出演と制作法を兼任したレザボアドックスで映画俳優としての地位を取り戻した。以降は暴力的というイメージからの脱却と演じられる幅の拡大を求めて出演作品を慎重に選択するようになった。時には全裸もいとわない度胸と長年の経験で培われた演技力で幅広い分野にわたり数多くの作品に出演。 また、キャリアを築く過程で、幾度となく、新産をなめた経験から資金力や、公開の機会に乏しいインディペンデント映画に対して、理解を示している。制作総指揮も務めた、ベトナム人監督とニー部位の季節の中ででは、サンダンス映画祭において、史上初のグランプリ、観客賞同時受賞を果たした。女優のロレインブラッコと12年間同棲し、 1985年に長女ステラを設けている。2001年、カナダ人の映画監督兼女優のダフナカストナーと結婚し、2004年に一難を設けた。ありがとうございます。